こんにちは、竹です。竹の一人朝礼です。仕事の実践力や自己スキルアップのための一人朝礼です。今日は2015年の、6月の12日の金曜日ですね。昨日日本代表見とったんですけど、宇佐美堂々デビューなんですけど、かなりでも面白くなってきましたね。もうなんていうか、なんかスピードの速さとかカバーリングの速さとかがなんか圧倒的に良くなってきたと思うんですけどね。で、縦に行くスピードもかなり、前に行くスピードも速いじゃないですか。かなりちょっと面白くなってきたなと思って。もちろんね、宇佐美選手が入ったっていうのもあるんかもしれないんですけど、でもなんか、なんぼね、ちょっとイラクは結構、年齢層若いじゃないですか、若手前提でやってるって言っても、強豪イラクですよ、イラク相手に4-0っていうのがね、すっげえなと思って、なかなかちょっと楽しみになってきましたね。これで圧倒的にね、例えばアジア予選突破とかなったりしたら、すごい、要はワールドカップで期待できるんですけどね。でもね、それはなかなかその上の方まで行くのは難しいかもしれないですけど、期待はすごいできますよね。いやー、なんかちょっと見とって面白くなってきましたね。ただこれがね、たまたま今日調子いいだけやったら困るんですけど、これをずっと続けてくれたら、ちょっとすごいことになるんちゃうかなと思って。ねえ、3年後？あと2年後か。2年後ちょっと驚かしてくれるかもしれないですね。わからないですけどね。このままどんだけ、あとはいかに若手の底上げとかがいろいろかかってくると思うんで、ちょっとハリルジャバ手腕すごいですね。ちょっと興奮しすぎかな。 でもすごい楽しみになってきましたね。以上です。竹の一人朝礼ですが、リスト、昨日は、マーケティング戦略の見直しと、ファン戦略の見直しだけしかできなかったんですね。で、今日することはリスト登録の改善と動画の準備で、ブログを3つ作る、マーケティング戦略の見直し、ファン戦略の見直しですね、をしたいと思います。以上、竹の一人朝礼でした。